幼少期でこうあれね吸い上げるんですけれども、そんなことやつもうね箱作るのに2時間ぐらいかかりました。熱い冷たい。よしじゃあこの中でいってみましょう。吸い上げてみましょう。杉原さんいただきます。あ、いただきます。
どっち片付いても夏で南風吹きやすくても冬で冬型で北風吹きやすくても瀬戸内海はなんか晴天が多い。どっち風吹いても平気。山越えてくる側の風になっちゃうっていう意味。じゃあ特に瀬戸内海の方が季節大体風下側になっちゃいます。だから小さく見ると違うんです。今見ていただいた通りでかいし全然違うところに海に面してますよね。だから降水量が比較的少ないとはいえですね、まあ、この例えば松山だとこれで年間1200ミリですね。で降水量が多い側1650ミリで結構多いところ年間2700ミリと、まあ、標高が少しとはありますよね。上越主者って1280メートルで年間の降水量も、まあ、これぐらい差が県内で結構差がある。神奈川県もあるんですよ結構差が。でも、まあ、愛媛もこんなに差があるね。じゃあ雪どう降るかみんな好きでしょ雪ってことで雪こんな風に分けられていました。特に中予の山間部、はい、積雪が多くなります。なんでかというとここです関門海峡をシューって抜けてきたところのドンツキに、ね、この辺が当たるわけですね。ですので、まあ、冬型の時でも特にあの辺を抜けてくる風でこの辺りの積雪が多くなります。南岸低気圧の時はこれ南岸低気圧の時ちょっと分からなかったんだけどここが多くなりましたけど、しましたか、はい、いいですか多くなりますかこの辺。南岸の時ですか。南岸低気圧の時です。東洋から中洋の平野部で積雪が多いです。そうですね、はい、お湯切りだったその風が吹いてそうですね、はい。まあ、こんな風に細かく見てみるとちょっといろいろ複雑でなかなか予測って側に立つのが難しいところだというのが、まあ、あの気象庁のホームページからパクったのとあとは普段の予測やってるあの辺の島下さんから聞いた話ですね。ということで、ここからは永井さんがね、教えてくれた。他に天気はじゃあ気象庁のホームページにね、松山の地方気象台のホームページとかにたくさん載ってました。他に何か特徴ないかっていろいろ出てますね。石槌山は有明って話ですよね。そうですね、はい。石槌山ここです。これ、あれですか、もう、石槌さんのおかげやねって。くれとらいっていう風に、なんかあってもやっぱ高知で全部振ってそんなにみたいなことがよくあって大石寿司さんがくれとんやねって言ってニュースで高知は出ても駅が出てこないみたいな。そうだ、場合によっては本当もう線を引いたみたいに車豪雨で、なんか、いや、そんなにっていうとかもありますね。はい、他にカメラマンのロマン、藤川嵐っていうのがね、有名なところであります。聞いたことある方いらっしゃいますか藤川嵐、ほら、あの、藤川嵐当たらないです予測やってるんですけど、当たらない藤川嵐。あ、なんかその、崩壊とかもなんか地元であります。用意いたしました。素晴らしい。用意したっていうかパクっただけです。
ニュースです。けあらし的。肱川嵐は大津盆地で発生した霧が強い風とともに肱川に沿って数十キロにわたって川を下り、伊予灘まで流れ出す現象です。今シーズン5回目の発生となった今朝も、先月国の重要文化財に指定が更新された長浜大橋を白い霧が包み込み、幻想的な風景が広がりました。すげえ。地域の人から赤橋と呼ばれ親しまれている長浜大橋ですが、肱川嵐が発生するこの時期、橋を渡って学校に通う子どもたちにとっては大変なようです。どうして山地風に負けないとか、その里芋という
害でお米の品質が落ちたりとか、で、何物、果物とかは当然風で、まあ、水もつくし、収穫の前だったらまあ落ちたりもするんですけど、土の中に埋まってる根菜類のようなものだと、そういう山地の影響を受けにくいので、で、もう昔の人はそういう知恵で、土の中で育つ作物を作ろうっていうことで、さっき紹介した里芋っていうのは、葉っぱは確かに植えたけど、実は食べるとこは土の下でこう育っていくじゃないですか。なので、昔から四国中央市は里芋の産地、いろんな品種を更新して更新して、まあ、今はさっき紹介したイオビジェンっていう品種が一番人気なんですけど、そうだね。で、この山地に関してなんですけどね、今友達みたいに言ってますけれども、里芋を原材料にした地酒があると。そうですね。こちら。山地殺し。山地殺し。違います。